はい、こんにちは、たくまんです。シーズン10ウィーク9バトルパスチャレンジの命中ですね。これのプレステージ版を完全攻略していきます。この動画はねプレステージ版ですので、まだ通常版を終わらせていない方はまず命中の通常版の動画から見てください。では早速、素材収集時に5回連続で弱点に当てる、これからやっていきます。はい、それではこのミッションはですね、5回連続で当てないといけないですので、金属とかね、特に車は何回殴ってもなかなか壊れづらいので、このチャレンジ成功しやすいです。1回殴って、これが弱点ですので、これを5回連続で殴ります。はい、これでクリアです。こういうね、ちっちゃい木だと5回ね殴る前に壊れちゃうので、このミッションクリアすることができないんですよ。このくらいの大きさの木だったら大丈夫かな。1、2、3、4、5、このくらいのね大きい木だったら大丈夫なんですけど、このくらいの中くらいの木だったらクリアすることができないですので注意してください。最初に言ったようにね、こういう車だったらね5回殴っても壊れないですので、クリアできると思います。エイムが苦手な方は1回殴った後しっかりエイムを合わせて、こうやってね一つ一つゆっくりやっても大丈夫ですので、はい、確実にこうやってクリアしてください。それでは次のミッションに行きまーす。はい、では次のミッション、100メートル先から戦利品キャリアを破壊するなんですけど、このミッションね、なぜか自動的にクリアされてなかったことになりました。ちょっと日本語の公式版にはついてなかったので、海外のサイトで調べてみたところ、どうもねスイッチとかスマホとか特定のゲーム機で100メートル先にある戦利品キャリアが見えないらしいんですよね。見えないのに破壊しろってなってて、このミッションがねちょっと不平等というか、できないミッションをやれっていうことだったので、全員自動的にクリアとなるみたいです。このミッションがね自動クリアになったのは9月27日金曜日の夜10時頃です。それまでにね頑張って努力しても壊せなかった人ちょっとかわいそうだし、逆にねこれ無理やりクリアした人めちゃくちゃすごいんですけど、今もう9月27日以降、この動画がねアップされる頃には皆さん自動クリアになっていますので、このミッションはもうないものと思ってください。じゃあ次のミッションに行きまーす。はい、それでは1回のマッチでヘッドショットを決める、3回なんですけど、これね裏技があって、 YouTube のコメントで教えていただいたんですけど、この待機時間でね当ててもヘッドショットらしいんですよ。クリアしちゃいました。これでクリアしちゃいました。ごめんなさいフォートナイトさん、ごめんなさい。では次のミッションいきます。これでいいのか俺。はい、それでは次のミッション、難易度の高い射撃場の的に命中させるですね。これは前回の動画でもお伝えした通り、このポーラーピークのこの建物、あの建物に降りるのが一番早いと思います。ここに降りていただいて武器を探しますね。まあアサルトライフルか、一番いいのはねスコープ付きの銃があれば一番いいんですけど、あるかな。リボルバーとピストルでアサルトライフルとスナイパーライフル見つけることができなかったんですけど、この武器でもね頑張ってみようと思います。今アイテムを探したこのポーラーピークの建物からすぐ下、すぐ南のこの位置に移動してください。ほんと数秒で着くと思います。ここですね。はい、ここです。この位置になります。そしたらねこの足元のマークのところに立ってもらって、前回簡単な難易度の低い的は結構近くにあったんですけど、今度はね結構遠くの位置に的が出てきています。これにねこうやって当てるとクリアとなります。こんな風にねアサルトライフルとかスナイパーライフルがなくても十分ね当てることは可能ですので、頑張ってみてください。これがさすがにショットガンだと届かないので、ショットガンしかなかったり、ショットガンすら武器が何もない場合はちょっとね、この辺で探さないといけないことにはなるんですけど、その時はね運が悪かったと思ってちょっと一旦こっちを探してきてください。はい、それでは次のミッションに行きまーす。はい、それでは次のミッション、バトルバスからジャンプ後にダスティーデポのスカイダイビングコースをクリアするですね。とにかくこのダスティーデポの近くで降りてください。そして降りたらすぐにこんな風に傘を開きます。するとねじっくりじっくりこの輪っかを狙えますので、結構ね簡単にクリアすることができると思います。かなりね上空にこの輪っかがあるので、開くのが遅いとね結構ねこの一つ目に入りづらいですので、
こういうのがね、苦手な方は傘を開いてゆっくりゆっくり、こんな風にクリアしてください。スカイダイビング得意な方はね、こんな風に降りていっても大丈夫だと思いますけど、なかなかこれ難しいな。はい、3つ目です。そしてこれ4つ目入ると、クリアとなりまーす。OKでーす。とにかくダスティーデポの近くでバスから降りること、そしてバスから降りたらすぐこんな風に傘を開くこと、この2つを意識してもらったら簡単にクリアできると思います。はい、それでは次のミッション、スコープ付きの武器でヘッドショットを決めるです。3回ヘッドショットを決めないといけないです。これはチームランブルが断然やりやすいと思います。今回のミッションはですね、ヘッドショットを3回当てないといけないので、こういうね、ヘビースナイパーライフルみたいなのは、1回撃っちゃうと、もう2回目撃つときに、こんだけリロード時間がかかって大変ですので、こっちのオートマチックスナイパーライフルですね、こっちの銃はね、何回も連打で撃てるので、ヘッドショット、狙うチャンスがね、たくさんあるので、やりやすいかもしれないです。スナイパーライフルはね、偏差撃ちっていうのが必要で、動いてる敵には本当に当たりづらいんですよ。なので、とにかく敵が止まるのを待って、で撃ちます。本当にね、これだけ守ってください。敵が動いてるときはどんなにねフリーでも撃たないです。我慢して我慢して撃たないで、敵が誰かを狙ってるときとか回復してるときとか、とにかく止まってからスナイパーライフル撃ってください。これを守るだけで本当に命中率が上がります。敵が誰かを狙ってるときに撃つ、そしたら当たる、これが大事です。我慢して我慢して、敵が撃ち始めたら撃つ。はい、3回クリアでーす。止まってる敵がいたらね、もうどんどん撃っちゃってください。俺の前で立ち止まること、それは死を意味する。はい、それでは最後のミッション、巨大な魚ラマ豚の近くのターゲットでボトルフリップを決めるなんですけど、これですね、まずゲームに入る前にロッカーからこちらのエモートをどれか1つ選んでいただいて、ここのバットマークを押します。エクスクラメーションマークですね。このマークを押したら、ここにボトルフリップというのがあります。青いところですね。この紫のね、ファンシーフリップ、これすごい似てるんですけど、こっちじゃなくてこっちの青い方です。このボトルフリップを装備してゲームを開始してください。このボトルフリップはバトルパスのレベル37にならないと手に入れることができないですので、まだレベルが37になってない方はまずバトルパスのレベルを上げてからこのミッションを始めてください。はい、では巨大な魚に向かいます。巨大な魚はですね、こちらレイジーラグーンの右上、ここにね、湖が4つあるんですけど、ここに巨大な魚があって、ターゲットはこの4つの湖の真ん中にあります。ここに向かってください。はい、この位置ですね、巨大な魚があって、4つの湖の真ん中、こちらです。このターゲットに向かってエモートボタンを押してボトルフリップを使います。トン、これがこの円の中に入ったら成功になります。はい、これで全てのミッションがクリアとなります。今のね、巨大な魚のそばのターゲットの他にも、巨大なラマこの位置、巨大な豚この位置ですね、この3箇所どこでボトルフリップを決めてもミッションクリアとなります。はい、それではこの手に入れたアルティマナイトのシルバーですね、これをちょっと使ってみようかなと思います。背中の盾もバキの父ちゃんみたいでかっこいいっすね。武器くれ武器くれ、オッケー。相変わらずこのハンマーでっけえな。よし、おら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 、やべ、あぶねえ。
ミスった。ハハ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 ハ。はい、ということでいかがでしたでしょうか。自分はね、このね、うんこ色、うんこ色じゃない、金色よりこっちのシルバーの方がかっこいいんじゃないかなと思って、なんかゴールドって書いてあるけど、そんな金ピカっていうよりなんか茶色とかそっちの方の色に見えるから、個人的にはね、こっちの方が好きです。はい、そしたらね、今回も最後までご視聴ありがとうございました。いつも見てくれて本当にありがとうございます。じゃあ皆さんもこのミッション、このチャレンジ頑張ってください。おつでした。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。